キャロの操作というかロッドアクションは、うん、どういう風な感じで？基本こうやってズル引き、ズルズルズルと竿を立てて、そうそうそう、引いてくるような感じですね。で、ここぞっていうゴリゴリがこう来たら、ここで僕はピョン、ちょっとツイッチを、これで反射で食わしたりとか、そういう風にしてます。基本はこうやってズルズル、うん、なるほど。あれあるじゃねえか、SLX。ブレーキは、ずるいぞ。じゃあ俺もブレーキちょっともうちょい緩めちゃうな。それ中あるんですか？中あるよ。中どうなってるか。オールオン、あ、じゃないな、二個オンだ。でもこれ持ってやるとアンタレスだからやばいんだよね。もう僕も二個オン。マジちょっと悔しいな。ミスター遠藤君としては、おー、伝った伝った伝った。ふぅ、頑張れ頑張れ頑張れ。あ、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 よし、よし、あ、あ、あ、エスケープツイン、あ、惜しい惜しい、すげー。針は何ですか？3-0？ 2-0。ダメですよ、エスケープツインはダブルエッジの3-0です。サンゼロ持ってます？持ってない。あ、じゃああげますわ。エスケープツインはダブルエッジのサンゼロです。また逃した。惜しい。今のはきつい。今のきついね。あるあるや。今のずっちょかんとダメなやつやん、マジで。あれだっす。サンゼロ、エスケープツインはダブルエッジのサンゼロです。エスケープチビツインはダブルエッジの1-0です。3-0なんですよ。3-0がね、エスケープツインフックって名前の通りのやつです。うわ、すげえ来てるな。バイトバリバリ。それ勝負、距離勝負。いや、投げて投げて。取りますよ、容赦なく。うっそ。やっぱりアンタレスはピーキーですかね。ピーキーだな、今ちょっとやらかしたな。ブレーキをちょっと一打一個緩めちゃったんだけど。うっそ。もうやめ、もう緩めない。大丈夫っす。連発しますから、オンガは。やっぱそのフック、ワンサイズのチョイスが大事ですね。竿とかより重要かも。はいはい。僕はよく言うんですけど、竿とリールよりも糸と針。ああ。が重要。で、さっき結局、ね、カズヤは、うん、あの遠くで。そうそうそう、ね、かけれる。かけて結構ほら、飛ばれたけど、バレなかったじゃないですか。うん、ちゃんとあのミニツミニツインにはそう、チビツインには1-0、エスケープツインには3-0。針のサイズが本当重要なんで、ね、ツンツルテンの針だから、要はすんげえ短い針とか使っちゃったり、すげえでかい針使っちゃうと、はい、短い針だと乗らない、はい、でかい針だと今度ショートバイトになるとか、はい、っていう風になるんで、だから針のサイズを合わせてあげた方がグッド。今の1匹大きいですもんね。結局ほら、例えばね、アメリカのそれこそトーナメントだと、うん、そう、その悔やんでも悔やみきれないところのあれじゃないからね。日本も一緒ですから、ね、まあまあ日本もどこでも一緒ですけどね。日本のが針はシビアス。あ、日本のバスの方が。そう、なんでかっていうと、うん、バイトがちっちゃかったりショートバイトだったりとか、はいはいはい、そういうことがやっぱあるのが日本特有の。アメリカの方がドーンって食ったりする。ああ、そうなんですね、うん。意外とごっつい針とかの大事、はいはいはい、日本のがそこシビア。
フックをこだわんなきゃいけないのは結構日本だったりする、はい、もちろんアメリカもそうっすけど日本の方がより締め、なるほど、あ、出るか、だからよくね、乗んないんだよな、バレちゃうんだよなとかっていうのはやっぱ結構そのフック選択ミスっていうのもある、ある。が結構大きくあるそうですね。フックの選択はすごく重要。はい、チビツインは何でしたっけ？チビツインはダブルエッジの10。そうです。エスケープツインはダブルエッジの30。オッケー。覚えちゃいましたよ。はい、呪文のように飛ぶ。呪文のように。遠投勝負。勝負や。遠投小僧の本領発揮です、ね。遠投小僧だと遠投やろう。投げてる。どうだ。マジ負けた。SLX に負けてるよ。なんでだ。お前それ SLX じゃねえだろ。中身変えてるだろ。SLX は飛ぶんす。多分あのさっきのあれですよ。やっぱハンタレスは極限までなんで、うん、ブレーキ1個。ブレーキを ね。そう考えたらやっぱ SLX いいな。ポカッパリでは使いやすいかもしれないです ね。だからめっちゃ飛ぶし、うん、はい、いいですよ。翔太君講座をじゃあ、はい、チェン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 、オッケー、いいと、オッケー、下は今これできたんですね、今それです。僕がよくタフコンディションの時にやるやり方があります。それは針を刺して抜きます。でこうやってセットするじゃないですか、はい、で本当の刺し方って結構こういうナローゲームの刺し方って実はこれを斜めに刺して針出さない、へえ、フッキングの時に針を出すっていうセッティングが一般的なんですけど、それだと日本のバスなかなかかかんないんで、僕がよくやる方法はこのまま斜めに刺したら一回抜いちゃう、こうやって、はあはあ、でこうやって抜くともう 3-0 だとエスケープツインの形に沿って針先があるの分かります、うん、それでこれを皮一枚ピッとつける、OK、そうすると食べるじゃないですか、もう即針で、これが 2-0 だとこの辺に針が来るからマッチしないんですよ。 3-0 だとこのエスケープツインのこの背中に沿って針が行くから、これでパクって食べます、針出ます。なるほど。だから、エスケープツインはダブルエッジの 3-0、 チビツインは 1-0 した。そう、広まってきましたね。ありがとうございます。広まってきましたね。ありがとうございます。なるほど、早いっすね。それだって今日つけたすごく臭いんですけど、今日テンションガタ落ち。やばいこれ。すごく臭いっすね。ほらプロのメンタルはこうやってやろうか。確かにそれは釣れそうっすわ。だってそこ竹水系液体つけちゃってますけど、マジっすか。その場でこのうっさそれはバイト取れますわ。大丈夫っす、もうワンチャンスありますから。この匂いだったらまだ多分置いとけ食いますわ。食っ、置いちゃった、食いました。拾い食いしました、忘れ。さすがっすね。うん、置いちゃったとこね。うん、うわ、バイ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 。甘噛みした感じですか。来た来たね、寝てる野郎が来た。睡眠野郎が来ましたよ。睡眠野郎、あ、多分ペンを届けるか。ヘイ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 、カメラ回してください。ヘイ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 、釣れてるの。あ、すいません、あの、ここ釣れますか。ここね、鯉が釣れる。鯉こいつ釣ったんすか。女の女釣った。同じくなりをさせる。数や1280。見た見た。あ、俺写真撮った。向こうで。嘘。うん、あ、寝てたんじゃないですか。え、じゃあこうしながら。あ、そう。よくね、こう取材中に、うん、あの、寝てんすよ。
あ、寝てるんですね。なんで何寝てんすかって言ったら考えてるんや。考え落とし考えてんの。伊藤匠が釣れるか。何を考える。ミスバイトしたら針を変える。ミスバイトした。針先が。トゥーバイト。メイビー。釣るで。渡辺和也5位以内に入んなきゃ。首立って。え？そうだ。5位以内入れや。あ、おっちゃん。よく言ったサングラスもおっちゃんじゃない。青木さんに入る。青木さんの。青木さんのバックシート調子こいてますけど。大丈夫。ああ、そうやったね。調子こいてます。行ってください。行ってください。釣りましょう。いて。あ、すいません。後ろちゃんと見てあげてくださいよ。キャストするときはちゃんと後ろ見てあげてください。いて。そのお腹だったんで大丈夫だと思いました。待ってるぞ。あれ全自動型スイムついたまだ。あ、全自動型スイムつきましたよ。ついた。はい。あ、じゃあもうあの上げたり下げたりしなくなった。本当？あの席超良かったんですけどね。なくなったのじゃあ。そう。うーって。マジか。マジか。あの席だってあれだったんでしょ。一回下げた後上げるのにすげえ金がかかったんだけど。なくなったの。なくなった。ちょっと釣れてますけどね。釣れましたけどね。ねえ、懐かしいね。俺10代だったよね。いや、違うだろ。誰も突っ込まない。誰も突っ込まない。寂しい。寂しい。かぶってま。仲間。いや、くっちゃ。いかに伊藤匠ごそつくかわかる。釣るで。それこそね、そのキャロの釣りが本当確立されると、恩が今もどんどんカバーなくしていってるんですよ。護岸工事で。そうなんですか。うん、もう上流もね、なくなったね、カバー。それ釣れないじゃないですか。なんで、だからもう本当浮きの釣りになってくるんで、このヘビキャロでね、いい魚がどんどん釣れれば。キャロリーナ重要ですよ。うん、恩がスタイルに。恩がこそキャロですよ。たまたまじゃないんですか。やべすいません、そちらの営業さんがたまたまじゃないんですかって言われてるんですけど。すいません、ここ釣れるんですか。あ、ここ釣れる。何釣れるんですか。おっちゃん、もうこの前ですか。え、何釣ったんですか。これどんくらいですか。こんなんすね。同じくなりをさせる。やべ、ばっかりした。いて。あ、すいません。ちゃんとキャストするとき後ろ見てください。同じくなり、ばっかりした。多分そのうちも下流の対岸とかもカバーなくなっちゃう感じかもしれない。そうなんですか。あれですよね。ここもね、もともとはね、木が生い茂ってて、あ、ね、夏いいカバーだったんですけど。そうなんです。全部伐採されて。それでこのスタンプだけ残ってるんですね。そうですね。さっき 640SDT をレンタルしてくれた子が2本釣った。マジ。ブリッツの、チビブリッツと、マジ、あとシャットと。すごいっすね。すげえな。マジか。スピニングの、だから、早巻き半端ない。あ、持ってきた。あ、ナルトさんもキャロになった。よかった。ブレイバーのナルトさんになりかけてたから。飛ばねえって。ダメっすよ。シソか。進化ありますよ、あげましょうか。え、進化あります。進化あるっす。大丈夫ですか。48g の進化。ダメっすよ。それフックは何ですか。え、フックは何ですか。フック、はい、1-0。どこのですか。え、何の針。え、リュウグ何ですか。
WH? 折れるやん。正解。折れるやん。そう、すぐ折れる。折れないよ。うるさいな。カメラ回ってますからね。先生、もう釣れるんですか？あ、釣れるよ。もういいっす。同じくらい3回目が釣れない。今んとこはカットやな。もうこんな晴れちゃうと釣れないんだよな。もう今日終わり。バス寝てる。もうこっからは寝てるバスを釣るキャロライナに変えないとダメです。あ、ごめんなさい。まあ、俺より飛んでんじゃん。うん、多分それをアピールしたかったんです。うざいっすね。調子こいてますね。調子こいてますね。わざとこう、ごめんなさいって言って、ほら、あんだけ飛んだぜって。何買ってきてくれたん、山口博士、朝ごはん。ソーセージパン。ソーセージパン。ソーセージパン。またあれなんだろう、アメリカ気取って、ホットドッグか、キャットフィッシュフライとか言ったんだろう。フィッシュ言ったんですよ、多分。山口博士に言ったんですよ、多分。うわっあなた今俺より絡んだ。うん、あんま扱ってないんですよ。嘘。えい。えい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 。同じメーカーの人にやじられる気持ちってどうですか。でも大したことないんだな。マジか。生ガーミン食ってきました。うん。うん。なんかね。あ、来い来い。来い。ここなんか釣れるんですか。こんな大きい声が。もうこっからちょっとステイのキャロに変えよう、うん、あんま無理に動かさず一本一本絞り出すよ。石田パイセンがいないね。石田パイセンはこういうじゃないですか。どこ石ちゃん、どこあれ石ちゃん明日も釣れんの。知らないです。え、知らない。釣れない。釣れないんじゃないですか。ここのが釣れる、うん。もう釣れるんですか。あ、釣れもうええじゃん。何回もさせる。何が釣れるんですか。もうええじゃん。もうええわ。どんな鯉ですか。こんなもうええじゃん。この目がもう今来たかと思ったカズヤ。もうフィッキングシーンが取れるかと思ってから構えて。はいはいはい。あのすんげえ大きなこのゴリゴリマジ釣れた。来るか。久しぶりにあんな遠距離でね。来ましたよ。いやいやいや。クバイだけ。これ卓球でしょ。スリーバイだ。ステイで食います。コメントか食います。測れるんですよ。テキサスはスーみたいな。おテキサスはスー。何今あんま動かさない。ちょっとまだ風吹いてきた。釣れちゃう。あのロッドマンの近藤くんが言ってることがあるんですけど、はい、オンガ川は9時に釣れる。おやばい、寝ながった。おっしゃおっしゃ。今何時ですか。今8時50分です。釣れるじゃないですか今から。本来はね、9時台に釣れるんです。近藤さんの言うことだと絶対釣れるんです、うん、終わったな。なんで、だからまだ全然ありますよ。よいしょ。なるほど。朝はね、まさに畑でやる場所です。それを抑えられるっていうのは、すごいアドバンテージになると思うんですよね。アドバンテージです。ちなみにデストロイヤーエビオのネイチャー X はアドバンテージ。エビオのロケ X は3年なんですよ。トーナメントバスカ。ちなみに2001年、2002年、フェイズ2代はサイクロン。ああ、そうか。今までに変わりました。しましたよ。デストロイヤー X は X2 代の X がある。セクトさえ。え、じゃあ F361X のサブエボスピードティックカスター。じゃあ、あとはい、流れブラックバード。正解です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 。
ちなみに PDPA の RHMRB70MRB バッファーで、じゃあ問題です。 TDBA の RHMLRB なんですよ。メガバッファーです。すいません、誰が誰が701MLRB です。 TDBA あ、TD そう、チームだよ、バッファーの 701MLRB 入ってんぞ。 MA よ、エリバ、え、エリバ待って、ブラックエリーです。そう、エリバ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 、はい、これでも15年長いですね。でしょうね、TD ですよね。もう次されて、じゃあ、今日 TD で601 LF です。LF です。よしよ、6フィートのタイガーパースで、まずはエスタのスピニング、ピボン、はい、ブラッシュ、じゃあクリプトン、ナミキさんのプロデュースしたことですね。クリプトン、クリプトン、覚えてください、ナミキさんのプロデュースの問題。すいません。じゃあ、ちょっと、簡単な660MLRE、 じゃあ 660MRE か。ちなみに661ですか。661ワンピースですか。 661MRE、 巻き物は低断線の高いので、完全に巻きを抽出したロフィートのグッズのミディアムのレギュラーペーパーのベイトです。ちなみにもう1つあるんです。2003年にバトラーリーデッドで出たんです。661の MR、バトラーで出たバトリーミディアムを出したパークなんですね。何やっとる。やべ、そんな当たり前の名前が出てこないってやばいっすね。待ってんのよ、キレてんだ。ライブテック、うん、なんだっけな、ちょっとブリッツ系ですよね。 MLはブリッツなんすか。 MLはブリッツ。 M は何、そう、何と思うか分からないって何なんだよ。ちなみにバトラーリミテッドで TD、BALTD のリミテッドで661の MFB くんだったんですけど、それは、661のミディアムなんですけど、ファーストペーパーでやったのが、ウェアウェアウェアで、レギュラーの巻物でやったのが、ないと。ちなみに僕はウェアウェアの内臓とバトミは持ってたんです。キッキンだったんですね。キッキンです。巻物用なのにキッキンっていう。かけるキンキンみたいな。めちゃくちゃ詳しいっすね。詳しいっすよ。あ、プロだけど。メガバスは相当詳しいっすね。はいはい。超音源を100メガ当たる時はメガバス全盛期の、もう行列できたところに、そう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 、なんだっけ、 F060X、 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 そうそうそう、そう、 F0、 そう、一番柔らかい、しかもリールシートは赤で、リールシートを搭載したデストロイヤー、エリーゼです。エリーゼで当たる、エリーゼ F566X、 名鑑ですね。名鑑ですね。グラバンドシステムを搭載して、ここにボスコンデスコって話ですよ。すごいな。ベアリングダウン。ベアリングダウン、あったあった。古いな。じゃあちなみに F566X のショート化したモデルでした。F56EX です。あったね。それなんですか。お前も見てます。古いな。何やる、え、何やる。F56EX はベアリングダウンタイプ S です。そうなんや。このフロント部分はこんなでかっこよかったです。伊藤匠は歩くメガバスメーカーでした。メガバスの赤本という本を好きでした。はい、はい、はい。これ今だね、中古車に変えます。メガバスの赤本。どうですか、どうですか、マジだ、ほら今、コーヒーパーしてます、コーヒーパー、さすやくん、つってよ、さすやんですけどね、なぜ勝ったよ、一番のプロモーションになるんだから、君を勝つことが。バス多いっすね、ここマジで、うおこの大丈夫、この舐めてますよ。写真撮りてえな、写ってるところ。 I have a pen。 知ってる、たくみはそういうことを言い出してる時全く集中力がないですバスブームのようなスピードのようです。すごいよね。これだけのパッパリ、そうそうや、ね、うん、気持ちがいい。けどハイシーズン来たねー、うわ、バレた、
やー最悪だ、最悪やな、最悪だ、終わってるわ、最悪や、いやいや頭そんなネタいらんちゃうけど、このワンメールちょうだいそれ、それ絶対それ色で作ってるから間違いないな、ないよ、まず1個しかない1個しかないんじゃん、お前ら、うわやばい、俺もダメ、早く釣れ早く釣れ早く釣れ、その寝てる暇あったら釣りすんだよ、トーナメンターを寝てる暇あったら釣りしろ、俺らグリパンか帽子で食うと思った今マジ、何の見つってんの、タグ持ってないの、持ってない、チビチビ持ってない、負けちゃった、1秒ファイトしましたやばいね、5バイトっす、5バイトだ、5バイトワンフィッシュはちょっといけてないな、ぬりいな、針がダメなんじゃない、え針がダメ、お、来た、お、来た、お、すごい、こしたね、連続ヒットは自分の恋やばい、俺が取ってやる、俺がワタンビーだ俺がワタンビーだおーごめんよ、バスすごい、バスごめん、水濡らし、水濡らし、バスごめん、リミット取った取りましたね、リミット、日本です、あ、日本リミット、俺がワタンビーですよな、キロフィッシュ入ってるからまず間違いなくオタッチ、オタッチ、オタッチ、これがワタンビーですか、うん、で、そのサイズなら、やったー、一投で釣った、その後2連続バイト、でも800くらいあるでしょ、あ、ちょっと待って、あれ、腰投げてらしく、あ、ちょ、ロッドボット写真撮らせて、光こっち、こっち、うん、そう、どうしたらいいでしょう、アイディでもうこんな感じで、いやいや、刺さなくていい、刺さなくていい、どちらがいい、手持ちでいい、うん、手持ち、もうちょい上、ちょっと待ってください、バスいっぱいいるで、やったー、ちなみに山口さん、多分できないしてます俺適当だでもいいの撮るの、動画視聴ありがとうございました、最新動画関連動画はこちらから、視聴者登録はこちらから、グッドボタンもよろしくね、せーの、バイ、ララ。